寒っ。はい、いつものガソリンスタンドに来てます。今日はこれからいつもの弘前ですね。弘前ですよ。で今日は雨なので、こうちょっとね、雨でも普通、まあ私174センチなんですけどね、ヘッドスペース普通だと思いますし、それからこれね、ハードなので、やっぱり普通に車として使える感じがやっぱりいいんですよ。うん、オープンにもできるし、それからこうやって閉めた時のね、普通の車の感覚、ね、が、すごく私は嬉しいですね。で今日は雨降ったついして屋根を閉めてるんで、新しくね、変更した部分があるんですよ。コペンね、この年代というか私の代ぐらいまでね、やっぱりちょっとね細かい問題がねやっぱり出てるんですよ。私の給油口キャップの件もありましたね。給油口キャップがね使ってるとね、だんだんね右側に寄ってくる。でそのうちねこう開ける時開けづらくなるっていう問題があったりとか、それから、一番多分多いのはこのルーフのカタカタ音。最初はしないんですけど乗り続けてるとカタカタ音がするんですよ。私のもちょっとしまして、実は、こう窓、今じゃないですけどこう窓を開けてこうやって走ると、この辺からですね、この私の頭の上後ろあたりからカタ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 っていう音がしてたんですよ。閉めるとなくなったんですね。こう閉めると多分ここしっかりなっちゃうんでこうグッとなるんで多分ならなくなるんですけど、だから最初気づかなかったんですよ。オープンしてるかね、窓だけ開けて走るってことはあんまりないんで、雨の日くらいなんですよ窓ちょっと開けて走るっていうのはね。でこの間ちょっとね窓ちょっと開けて走った時にすごいカタカタ音がして、え、なんだろうと思って調べたら、まあね、みんなあるという、ね、ことがこうネットに出てて、でディーラーさんに相談したら、一応交換パーツがありますと、今はもう改善されてる、まあそれからしてもコペンはね日進月歩とか日々進化してるなっていうのはすごい実感したんですけど、まあ
ね、実際車出来上がっても使ってみないと分かんない問題って多分たくさんあると思うんですよ。長く使ってみないと分かんない問題とかたくさんあると思うんで、その出来てそれで改善されたパーツが出来上がってくるんだと思うんで、その問題点を解消するために。で今回はですね、なんとここだけじゃなくて、ここ、このつなぎ目、ここですね、ここのね、ボディ側、窓側のあのマウントの部分も交換してくれまして、これ形ね結構えげつなく変わってましたねなんかね結構結構おっという見た感じ、あ違うじゃんっていうくらいこう違った感じが私はしたんですけど、前の写真ないんでね、ちょっとあれなんで、ここのねこうマウント受けの部分とそれからここのパーツの部分を交換したら、もう今こう窓開けて走って高速走ってきたんですけど全然落としませんでしたね。片方の一切なしです。ね、いやー本当にね、まあもちろんなんかね無料で直してくれちゃって、ね、もう2年以上乗ってて、なんかねこんなもん壊れてくるはずなんですよ。2年毎日私ね本当に乗ってるわけなんで、ほぼ毎日ね乗ってるわけなんで、雪の日もね。そしたらどっかねなんかこう出てくるはずなんですけど、もうね。ダイハツさん太っ腹すぎ委員会っていうちょっと私思っちゃいましたね。落としない方は何もしなくていいと思いますよ。本当に後ろまでカタ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 っていうすごい音がねこうしてたんで、開けた時だけ閉めた時してないんであんまり気にならなかったんですけど、でも一応なんか開けて走ったらカタカタするからなんか緩んでるのかなと思って、緩んでたら怖いしなと思ってで相談したんですよ。そしたらそのパーツがもうある、調べたらあるということで、でディーラーさんに相談したら交換してくれるということで、まあ、ここだけだったんですけどね、こっちのマウントもねまとめて交換してくれまして、いやー嬉しいですね。あーまたこれコペンしばらく乗りますよ。しばらくっていうかもうずっとこれ乗り潰すまで乗るつもりなんですけど、毎日日々ね。ということで今日もいつもの広西公園来てますよ。スターバックス今遅刻って言いながら、スターバックス遅刻意味わかんねえって言うね、本当にね一応スターバックス7時まで着く、7時着いてそこから自分で仕事とかいろいろする予定だったんで、ね、もうしすぎてるんですけど、いやーすごいな、コペン乗ってからやることどんどん変わってますよね。なんか物を変えるとかで生き方変わったりしますよね。私の場合コペンを買ったおかげでもう考え方とか生活習慣とかもうだいぶ変わったんでね、うん、本当にもうこれはもうなんか物を変えてこれまでかここまで変わるっていうのはねあまりない経験だったんでね、うん、コペンすげえなーと思いますね。まあ他の車でもね何でも自分でこう変わるきっかけ、車だけじゃなくてね物で何か変わるきっかけってあると思うんですよ。例えばなんか YouTube で最近よく会って見てるのがやっぱりパソコン、うん、iMac Pro ですね。やっぱり160万ですからね一番上のグレードは。あれは YouTube 見てると結構買ってるんですよねみんなね、うん、すごいなと思って。最初ねもう広告で160万の車なんかって思うじゃないですか、あ車じゃねえ160万のパソコンなんかって。でそれを買うわけですからねパソコンに、やっぱりなんか変わるんでしょうね、変わるんだと思う、変わらざるを得ないでしょうね。もうそれ考えたらコペン安いっすよね。安いわけじゃないけど安いわけじゃないけど、いやもうかもうそれから比べたら安いかなっていうなんとなくね自分でこう思っちゃうわけですよ。でこれだけ私も変えてくれたわけですからね、それ考えたら安いかな、安くはねえなやっぱり、うん、ということで今日はここまでですね。またいつものスターバックス近づいてますよ、ね、なぜかコペンオーナーさん、ね、皆さん私会いに来た方とかここ来ちゃうんですけどね、結構遠いんですよ、40キロ先ですからね私の住んでるとこから、
40キロ超えてるんですけど、ね、あの来た方来た方みんな紹介する、招待するとか連れてくるってどうよっていう話ですよね。でも皆さんスターバックスのイメージがね、ここでちょっと変わってもらえる方が多くて、ここスターバックスなのって言われちゃうんですよ。そのくらいこう雰囲気はちょっと違うんでね、私はもうね、とにかくここへ毎週毎週来ます、仕事っていうこともありますけど、自分のためにね来ますね。まあコペン乗れるっていうだけで嬉しいっていうのもありますけど、ということで今日はここまでですね。広沢公園ですよ。はい、ではでは。はい、今日もいつものスターバックスです。で、コペンです。かっこいいです、コペンが。はい。よし。おはようございます。今日も誰もいません。はい。はい、はい、ありがとうございます。どうもー。はい、今日は貸し切りですね。ね、スターバックス貸し切りですよ。都心部では考えられない話ですよね。朝、もらっちゃいました。なんか使わせて、店で使おう、職場でポスターね、めっちゃいいでしょ、ここ雰囲気。こんな感じですよ、片づまいがいいですよね、この古い感じが。すごい好きですよ。ここ庭、前も紹介しましたけど庭ですね。中庭。ねえ、いいですよ。絶対いい。素敵な場所ですよ。ということでここでちょっと仕事していきます。The night is young, won't you sing for me? Won't you sing for me?Till we fall asleep, the night is young. Won't you sing for me? Won't you sing for me? Till we fall asleep, the night is young. Won't you sing for me? Won't you sing for me? Till we fall asleep.We do it on repeat.